愛イ駅、兵庫県。愛イ駅は、兵庫県愛イ市本郷町にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本の駅である。事務官コードは61万623。山陽新幹線と在来線における、当駅の所属線である、山陽本線、当駅を起点とする、阿コ線の合計3路線が乗り入れている。年月現在、阿線は、 山陽本線の姫路方面と運用が一体化されており、全列車が同方面へ直通している一方、日中の山陽本線上堀方面からの列車は、当駅で折り返す。山陽本線姫路方面と、赤江線の番州赤江駅までは、愛国家の利用エリア、近畿圏エリアに含まれており、かつては山陽本線上堀方面は、サービスエリア外であった。 山陽新幹線は EXIC の利用が赤。愛国の岡山、広島、山陰、香川エリア、山陽本線脇、阿光線をさふね、山陰本線放棄大線2世まで乗車する場合も、カードの利用は不可となっていた。しかし、2018年9月15日より、上記の場合も利用可能となっている。一階が在来専用地上ホーム、二階が改札。 コンコース3階が新幹線用高架ホームである。在来線のみでは、京城駅としての面きがある。新幹線専用の独立した改札口設置されておらず、一度在来線改札口を通る必要がある。当駅は、駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、山陽本線の辰野駅、宇ね駅、上郡駅の3駅と、阿光線の兵庫県内所在駅、 西あよい駅備前福賀駅間の各駅を管轄している。12両編成対応の単式ホーム1面1線と、島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を持つ。1番乗り場が、山陽本線下り本線、2番乗り場が、山陽本線中線、3番乗り場が、山陽本線上り本線となっている。ただし、 赤黄線の線路は1番乗り場側からのみ、分岐しているため、赤黄線からの上り列車は3番乗り場へ入線できない。よって、赤黄線に入る列車については、下りは1.2番乗り場、上りは2番乗り場への停車に限定されている。1番乗り場の南側には、補線基地が併設され、赤黄線方面と直通した配線となっている。 新幹線接続駅だが、特急スーパーハクトは主に冬のカニ、カニ日帰りエクスプレス設定時に一部のみ、臨時停車が行われる。日中は、姫路方面から番州赤穂方面の系統が、上下とも2番乗り場から発車し、上郡、岡山方面は当駅発着で3番乗り場で、折り返す。増設された渡り線を利用する。姫路方面から、上郡方面。 上郡方面から番州赤湖方面へ上下とも対面乗り換え可能なダイヤが組まれている。一番乗り場は基本的に通過列車専用となる。朝、夕時間帯は、姫路方面行きの列車については、赤湖線からの列車が2番乗り場に、岡山、上郡方面からの列車が3番乗り場に入る。また、上郡岡山方面行きと赤湖線に入る列車については、 基本的に単式の一番乗り場を使うが、岡山方面からの姫路行き列車との発車時刻が、近い阿光線、万州阿光行きの一部は二番乗り場に停車し、上氷方面阿光線への乗り換えの利便性を図っている。また、かつては二番乗り場から、上氷方面へ発車する定期列車はなかったが、万州阿光行と接続する夕方の唯一223系電車である。 愛用石初上氷業のみ使われるようになった。3番乗り場の北側には、上り方面の対比線が設けられていたが、2000年以降に大半が撤去され、駅東側に残った部分が、補線車両留置線として使用されている。日中時間帯は、山陽本線、赤江線とも1時間あたり2本が停車する。山陽本線方面は当駅で乗り換え、赤江線万州赤江駅と、 山陽本線の姫路方面は直通運転をしている。朝晩は山陽本線上氷、岡山方面との直通運転が加わり、姫路方面は1時間あたり3の4本と多くなる。晩州阿光、上氷発着の新快速は、姫路駅、朝は網市駅で4両を増結するため、当駅には8両編成で停車する。 以前は夕方に東駅発の広島駅行きが設定されていたが、2018年3月改正で廃止され、糸崎駅行きになった。相対式2面2線の高架ホームを持ち、間に通過線用線が2線。なお、上下停車線をさらに1線ずつ増やして2面4線と、することも考慮に入れられている。駅の両側に、上り線と下り線間の渡り線が設置されているが、 岡山が通常は使用しない。これは山陽新幹線開業以前に検討されていた夜行新幹線の設備の名残である。1972年昭和47年3月15日に山陽新幹線が開業した当時は東京駅岡山駅間運転の光が1時間あたり1本停車していた。また朝晩時間帯を中心に 児玉が運転される場合もあった。1975年、昭和50年3月10日の山陽新幹線全線開通に伴い、当駅に停車する光は広島駅まで延長された。1980年、昭和55年10月1日改正において、停車本数が1時間あたり2本に増やされた。これは、従来の東京駅広島駅間、光に加えて、 東京駅博多駅間、光もしくは新大阪駅博多駅間、小玉のどちらかが運行されるようになったためである。1986年、昭和61年11月1日改正以降、山陽新幹線区間の小玉が増発され、光の停車本数が順次削減された。1997年、平成9年11月29日改正以降、 光の停車駅から外れたが、2001年、平成13年10月1日に、光が一往復、東京駅岡山駅間の、光144.171号、当時ながら停車が復活し、2003年、平成15年10月1日改正以降、姫路駅博多駅間の、小玉が、岡山駅博多駅間に短縮されたことを受け、1時間あたり1本の、 岡山駅発着の光が停車するようになった。停車列車としては、光、岡山駅発着、京都駅伊勢は各駅停車が1時間あたり1本と小玉、時間帯によって設定なし。下り方面の四重着駅は時間帯によって異なる。上り方面は全列車新大阪止まりが、概ね1時間あたり1本がそれぞれ設定されている。ほか、 下り列車に、広島行き、光、光495号、博多行き、光、光441号各一本ずつが設定されている。また、当駅では、光同士で対比する列車がある。2008年、平成20年3月15日のダイヤ改正で、西明石駅始発の望みが設定されて以降、兵庫県内の新幹線駅では、 唯一、望みが停車しない駅である。創業1890年、明治23年の地元企業、えのきの駅弁が販売されていたが、2007年、平成19年11月調整元が、破産手続きに入ったため、販売停止となった。新幹線改札内の売店のみでの販売、在来線での弁当販売はなかったであった。改札外のうどん、 そば店でも注文すれば購入できたが、この場合は店員が新幹線改札内の売店まで商品を取りに行ったので数分待つことになった。同社は当駅の他番州赤江駅でも駅弁を販売しており、赤江にゆかりのある中心蔵にちなんだ商品もあった。兵庫県統計所によると2016年、 平成28年度の1日平均乗車人員は4566人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、周辺は谷間のため住宅や商店が密集している。駅前ロータリーが完成し、バス停留所がすべて駅南側に移された。また南口には電車利用者のための時間が主駐車場が数多く存在する。 ウエスト新規のスプリングマイナス8、愛宵港、坂木方面への路線が発着している。かつては2つの姫路方面への路線もあった。JR のみならず、日本の駅を50音順に並べると、同盟駅である、岐阜県の愛宵駅、長良川鉄道、道大地駅である、群馬県の愛、い、老駅、渡らせ、渓谷鉄道、東武鉄道と共に一番先頭になる。 ただし乗り換え案内などインターネットのルート、検索サイトでは、その多くが、あい岐阜、ぎふ、兵庫といった区別を行っているため、岐阜県のあい駅が最初に表示されることが多い。もともと、岐阜県のあい駅は、みノあい駅を名乗っていた。これは、こしみな線がかつて国鉄の路線で、同じ国鉄駅で先に開業していた。 当駅との名称重複を回避する意図があったためと思われる。その後、越美み線は国鉄路線としては廃止され、第3セクターの長良川鉄道に転換されるが、その際に、美濃あい駅はあい駅に改称された。また、群馬県の愛い駅も、かつて旧国鉄は尾線、現、渡瀬、せ、渓谷鉄道を渡らせ渓谷線が乗り入れた駅で、 開業時の名称は、愛い駅であった、駅の所在地名は、総称。現在の気流市愛い町にあたる。愛い老駅と解消されたのは翌年で、理由は、やはり当駅との名称重複を避けるためと考えられる。ただし、足尾線は開業当初は、足尾鉄道による運営で、同社が国有化されたのは、愛い、老駅解消よりも後である。 ちなみに現在 JR で50音順最後の駅は埼玉県の蕨駅、京浜東北線、日本全体での最後の駅は石川県の割出駅、北陸鉄道浅野川線である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。